五匹の小豚は、イギリスの小説家、アガサ・クリスティが1942年に発表した、推理小説であり、探偵エルキュール・ポアロが登場する、エルキュール・ポアロシリーズの作品の一つである。現代、五匹の小豚は、マザー・グースの同様の五つの歌詞にちなんだものである。本作品には、現在に影響を及ぼす事件を解決するため過去へと、遡って、その原因を明らかにする。 クリスティの作品に少なからず、見受けられる手法が盛り込まれており、アメリカ版現代、改装の殺人はその内容にちなんだものである。16年前夫殺しで終身刑を宣告され、獄中で死亡した母の無実を訴える遺書を読んだ。カーラは母が潔白であることを固く信じ、ポアロの元を訪れる。彼女の話に興味を覚えたポアロは、 あたかも5匹の小豚のごとき5人の関係者との会話を手がかりに過去へと遡り、ついに真実へたどり着く。物語は前置きに続く三部構成である。1960年、号バックフォーマーダーの題名で著者自身が本作を擬曲化しており、翻訳、殺人をもう一度が公文社文庫から刊行されている。ただし、 コアロは登場しない内容に脚色されている TV 作品ありがとうございます。